皆さんこんにちは。こんにちは。今日はトライアルでサンドイッチを買ってきたのだ。珍しく値引きシールが貼ってないわね。税込み229円で安かったのと中身が多そうだったから買ってみたのだ。製造者の明治屋はトライアルのグループ企業で、お惣菜を企画製造している会社さんだね。大阪の工場で作られたものが運ばれてるみたい。ぎっしり原材料が書かれてるわね。業務用の具じゃなく工場で卵やサラダを作って挟んでるんだね。食パンの耳はついたままだけど、これは好みがあるよね。僕は美味しいパンの耳なら嬉しいのだ。それはみんなそうじゃないかしら。容器込みで 306g。 前に紹介したゲンキーのサンドイッチは一包み120から 150g だから倍くらいの重さなのだ。たっぷり入ってそうだけど開けてみないとわからないわね。じゃあお皿にブツを乗せて、食べやすい大きさに切って、開いてみるのだ。もう飲んでる。しっかり入ってるね。いただきます。はい、どうぞ。塩味やマヨ味とか何かの味が尖ってるんじゃなくて、まとまった味で割とあっさりめだね。喫茶店のようなサンドイッチなのだ。美味しいみたいね。次はポテトサラダサンドを食べてみるね。既製品とは違うみたいだけど味はどうかしら。こっちも卵サンドと同じであっさりめの味付けなのだ。低価格帯って味が薄くて物足りないとかあるんだけど、これはそういうのがないね。缶は普通の食パンだけどふわっとしてるのだ。じゃあ星評価を聞いてもいいかしら。これは星5でいいんじゃないかな。そんなに良かったんだ。税込み229円でこの量と味を出せるのはちょっと恐ろしいね。トライアルって活動にはおはぎも安くて美味しかったわよね。全部が当たりってわけじゃないけど、力を入れてるのは外れがないから、これから注目していきたいね。じゃあ今日はこのあたりにしましょうか。それでは皆さん、ごきげんよう。本編では紹介しなかったけど、サントリーの無糖 6% ダブルシークワーサー、爽やかな味と香りがして美味しかったのだ。たまにはこういう飲み物もいいもんだね。